はい、3061回始めます、7月13日、土曜日入ったところですね、はい、うんとなかなか進まないな、はい、よく私もよく喋ってきたよね、こんなに3000回とか、いや、本当になかなか進まない、TBS ニュースからですね、これはね、うんあのはい、私もね今ね、ね老人、なんていうのかな、あの高齢者施設で今、私、働いてるんですけど、 いやー時代を感じさせるねこれは TBS ニュース老人ホームの部屋に家族が設置したボイスレコーダーが短所になったとっいうことでねあの入居者の男性ねまあ老人ホームだから入居者の男性81歳に暴行し怪我させた疑いで元職員の男40歳逮捕されましたってことであの81歳のね入居者ねご高齢の男性に暴行してけが 怪我させた疑いで40歳元職員の男を逮捕されました。ということでね。きっかけは家族が設置したボイスレコーダーだった,だっ,たっていうことですよね。はい、東京中野区の老人ホームで入居者の男性81歳の手をひねるなどして怪我をさせ,させたとして、元職員の男が警視庁に逮捕されましたと。とうん、逮捕されたのは、えー、中野区にある老人ホームの元職員村宗像。 えー、ちょっと名前難しいな宗像圭佑っていうのかなこれ容疑者40歳ですと宗像、うん、容疑者は、えー、当時勤めていた中野区の介護付き有料老人ホームで、えー、入居者の男性81歳の左手をひねり上げるなどして左手関節の捻挫などの怪我をさせた疑いが持たれているということで。うん 警視庁によるとえ男性が家族に男性が家族にえ職員から暴行されてると、うん、被害を訴えたことから、うん、家族が部屋の中にボイスレコーダーを設置、うん、あ男性要は入居者の男性がね家族にね、うん、入居者の81歳の男性があのご家族に対して で職員から暴行されてるっていうことで、うん、ことを訴えたことから家族の人がねその入居者の男性の部屋にボイスレコーダーを設置したとでそこには宗像容疑者が暴言を吐いたり何かを叩いたりする音が録音されていたといやよかったねこれだから81歳のね高齢の男性がね自分暴行されてるんだと職員に。 言ってこうやって自分の意思をしっかり伝えられるっていう高齢者だから良かったよこれだから認知症とかねあとまあ体が不自由ね言葉発せられないみたいな高齢者もいるからご高齢の方もねそういう人の場合はもうほんとやられっぱなしになっちゃうとこういうね職員による暴行とかも表沙汰にならないということ家族もねしっかりその歌ねあの自分が暴行されてるっていうのを聞いてね 高齢者ね、ねお年寄りの聞いてボイスレコーダーを設置したとそしたら暴言がねボイスレコーダーに残ってたとさら、うん、に何か叩いたりするような音も録音されていたということでこれね、あのー、逮捕のきっかけになったってことですよね。うん、録音したことを知らされた宗像容疑者はその直後から施設に出勤しなくなったと、うん、音信不通になっていたと。 取り調べに対して宗像容疑者は左手をひねり上げたりけがをさせたりした覚えはありませんと容疑を否認していますと、うん、また、警視庁によりますと宗像、えー、容疑者は介護福祉士の資格を持っていてこれまでに十数箇所の老人ホームなどの施設に勤務経験がありましたが入居者への虐待が疑われる、うん 旅に退職するということを繰り返していたということです。ということで、すごいな、この村方容疑者。いや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  <laughs> 十数箇所、これまで勤務経験あるんだけど入居者への虐待が疑われるたびに退職するということを繰り返していたということで、この41歳の40歳の宗像圭介っていうのかな、これ容疑者。 すごいねだからねあの介護福祉士の免許資格持ってんだよ介護福祉士ってこれ国家資格だから、うん、なんか介護福祉士なんて持ってると資格持ってるとあのー、優しい人なのかな高齢者お年寄りの味方なのかなっていう感じするけどそんなことも全くない私も経験上わかる、うん、私も介護施設で働いてるからわかるけどこのねケアマネとかさ、うん 介護福祉士とかさ、うん、ヘルパー2級とかさそんなの持ってるからって全然ね。あの優しい人だとかね。うん。お年寄りに親身になってね。接してくれるとか、そんなことは全くないです。うん、あのこのチャンネル見てください。本当、介護福祉士とか資格持ってる人どんだけ逮捕されてんのっていう <laughs> ケアマネの人、何人逮捕されてんの？っていうね。本当にあと看護師とかね。看護師だって。あの国家資格でしょ？あれだって。 持ってる人ね虐待してみたり暴言吐いてみたりねだから資格持ってる方ってね人間の判断材料にはなりませんよ。資格肩書きっていうのはねとらわれずに皆さんね あのその人の人間性、うん、本質を見て判断するようにしましょうということですね、はい、いやーこれ受けた、ね、最後、うん、この宗方容疑者40歳、うん、老人ホームとか転々としてと今まで十数箇所、うん、働いてるんだけどもあの入居者への虐待が疑われると、うん、明るみになったたんびに退職を繰り返していたってことですね。ここれどんだけこの人方容疑者 だからこれ向かないんだってだから宗像容疑者これやめなさい介護の仕事向かないんだからこんなこと、うん、あなたには、うん、で仕事いっぱいあるからあの、うん、工場勤務とかねあとドライバー系とかね、うんうん、いっぱいあるからこの方はねもうやっぱり虐待しちゃうんだよね、うん、ストレスたまストレスによって、まあ、ストレスとか うっぷんとかたまると弱いもの弱いものにいくっていうタイプなんでしょうこれいるうんどこにでもいるうん身の回りにいるもの私にもうんあのちこれねほんといじめ社会日本社会の縮図なんだけどまあ日本だけじゃないと思うけど力っていうのは弱いとこ弱いとこに集まるもんだからねパワハラだってそうですよモラハラだってカツハラだってそうあのまあ大きなふりで言ったらいじめなんだけど力は弱いところ弱いところに集中するのね 本当にあのー、で結局最後はね保育園だったら子供たちに、ね、力、ね、あの弱いとこ弱いとこ子供たちに行くしね高齢者施設だったら一番弱いしね高齢者に行くしね障害者施設だったら一番弱い障害者知的障害者とかに行くし、ね、このチャンネル見てくださいよね障害者施設でね重度の知的障害のある女性がねあのー ね職員に侵されるとかさしょっちゅうじゃないですかそんなの、うん、言っちゃ言いたくないけどこれが現実だよ、ね、高齢者施設で殴る蹴るの暴行骨折とかあざとかね殺ひどい場合は殺されちゃうと、うん、あと高齢の女性がね高齢の男性入居者なりにね襲われちゃうとかねまたは九十何歳の人がねあのー、職員 40代50代ぐらいの男性職員に侵されちゃうとかしょっちゅうやってますよ、本当にこれはねだからまあ、いやこれでも家族、賢いね、ボイスレコーダー設置してね、うん、ということでね、賢い、やっぱこうなっちゃうよ、これだけ報道されちゃうと、うん、自助努力じゃないけど、自己防衛していかなきゃなんないよね、このうん老人ホームに。 入れてる側の家族もねこれでボイスレコーダーを設置したり独自でカメラ設置したりっていうことをや,やっていかないとここで守れないよねうん本当に。これ施設も要はこの例えばあのうちのなんだ例えばじいちゃんでもいいよあの母ちゃんでもいいよ、うん、誰か入れるとなった時家族って思,思わなきゃなんないのはそのね まあ、うちの例えばお父さん父親の父親のね老人ホームに入ってその面倒を見てくれるっていう人は一人,人じゃないから一、うん、人のお年寄りをみんな交代交代で、まね、あの見ていくってわけで大体ね私の感覚だと多分、うん、67人ぐらいは面倒見ますよこれ変、うん、わり番んこ変わり番号で、ね、うんだからその,6 7人の中に そういった暴行とかねあの暴言とかあの吐く人が一人でもいたら大変なんだけどそれを見極めるっていうのはね家族ではこれできない分からない67人全員、うん、これ67人全員がそんなことやるとは思わないけどやっぱりね一人二人必ずね混じってるんですよやばい人が、うん、本んにねそれをねそういうことさせないのはまあもちろんねその高齢者施設側の教育とかね あのー、雰囲気づくりとか、うん、が大事なんだけど一番は私はその人の資質だと思う、うん、その働く人の資質、うん、あの暴行癖とかね暴言癖とかある人、うん、あのお年寄りね殴ってみたり蹴ったりするような人っていうのはこの宗像容疑者じゃないけどね何回仕事変えたって職場変えたって暴行を振る人は暴行を振るし 虐待する人は虐待するしいいじめっ子と一緒治んないの、ね、人間の、あのー、ある程度の性格とか資質っていうのは大体8歳ぐらいまで決まるって言われてるんだけど、うん、そこで決まっちゃった例えばいじめっ子体質いじめっ子気質の人は、ね、子供の時からいじめっ子だし中学生になっても高校生になっても大学生になってもいじめっ子だし、ね、社会に出てもいじめっ子だし、うん、あの治らないと思うよ私はなかなか。うん 結局ね、罰則、ね、ペナルティ、ね、設けるしかないんですよね。で、向かない人には、どんどん退場してもらって、ね、人手不足だなんだ言われてるけど、高齢者施設で。この虐待する人入れるよりはましだから、そこね、見極める力がね、あの、この業界、ないんだよね。うん。見る目ある人がない、ないんですよ。うん。あの、長く残ってる人が大体管理者とかね、管理職になってって、あの、長く残る人が、 図太い人っていうかね無神経な人だから、うん、そういう人が残ってっちゃってるっていうのがねあるんだよねこの業界ねはい、うん、まああんまり言いたかないけどね本当に、うに、ん、仕事っていうのは時にはね鈍感さっていうの必要だけどあのー、こと看護とか介護とかの世界虐待の多い世界あのー、保育士の世界もそうよあのー、鈍感なのは致命的だから本当にあとそういうねあのー うん、鈍感であの高圧的な人パワハラモアハラ体質な人ずぶとい人みたいなのがあのおつぼねになってみたりねあのその会社なり施設なりに居座ってになってるっていうねいうことがね問題なんだよね、うん、はいなかなか治んないと思うよこれもう本当業界の体質だからうん難しいんだこれ。 宗像容疑者も人の見てないところでやってるからね、これ暴行とか虐待する人っていうのは、人がいないところでやるわけだから、これがね虐待の事実、うん、あの判断するのは難しい、しかもこれ、宗像容疑者ね、覚えはありませんと容疑を否認しているわけだから、否認されるとこれ証拠、なかなか残んないからね、密室での出来事って、録音でも録画でもされてない限り、う。ん これ宗像容疑者はどうなるんでしょうかね、これ、有罪になるのかどうなのか、これは元職員の男が逮捕されましたってなってるから、逮捕されたんだね、障害の疑いで逮捕されたんだね。いということでね、高齢者施設での虐待、家族が設置したボイスレコーダーがきっかけで、職員が逮捕されたっていうことです。い多いいでですねね本本当当にに資格持ってるかからとと全然参考にならないんであのケアマネ なんだあと介護福祉士とか、それはね、あの、まあ、誰でも言える、誰でも取れるとまでは言わないけども、そんなに難しい資格じゃないですから、はい、資格持ってるから安心っていうわけじゃないですよ。はい、終わりにしたいと思いまますすチャンネル登録高評価お願いいししは失礼ます。はい失礼します